よせよごせ。はいどうもこんにちは、山芋探検隊。はいどうも、ここすこすき発信者のよせよせ。一個前の赤いイースティの動画見てくださった方ありがとうございました。いや汎用性めちゃめちゃ高くてね、バカ使えると思うんで、ぜひ皆さん下の概要欄から見てきてください。ということで今回も新キャンの番をこすりにこすりまくってみたいと思います。ということでコメントしてきます。あーっとその前に6月末までにチャンネル登録1万人目指していますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということでコメントしていきます。ベニシキさん、バンかフェスか、どっち育てるべきですか。バンです。僕はなぜかというとね、バンって結構ね、みんな装備とか整えなきゃって思うじゃん。全然そんなことなくて、俺のバン見てや、これほらまだ 4V しか刻印しないんだよ。で 14.1% と 13.5% でしょ。で攻撃んとこはなんかもうね、必要ないみたいな、オプション必要ないですよみたいな。でクローゼットも全然持ってないし、こんな感じよ。であの強さよ、絶対的にバン。坂本しらすさん、お1個目じゃんか。ヨッポっぽい、トッポっぽい、スポポっぽい。何言うとんねん。わからんノリしてくんな。全然わからんノリなんよ。どうやって変身すればいいかもわからん。なんで俺これ拾ったかもわからん。昨晩、読みなさん、個人的に赤イースティン強いと思うんですが、どうですかってコメントを赤イースティンの動画でいただきました。怖いです。この人何を見てこのコメントしてきたんだろう。サムネとタイトルを見ずに動画をクリックして、動画を見ずにコメントしてきたってことかな。最強やん。もうカロテンさん、お願いますぞのやつ自己流で動画に流してほしい。お願いますぞの方が絶対伸びそう。お願いますぞ、お願いますぞ、いいよね。検討します。ダッカルピンピンさん、超ボスでマルマス使うから、マルマス育成したらフェス版レベル60で止まりましたね。圧倒的素材不足、頑張ってベルモス周回しよう。あ、そういえばね、 YouTube でグラクロの公式の YouTube かな、そこでねアンケートやってるんですけど、みんなベルモスの核22個は絶対にやめてね。ベルモスの核22個なんて2日あれば溜まるから、それより超覚醒コインだったり刻印石の方が絶対大事だから、アンケートは刻印石、超覚醒石にしてください。ベルモスの核足りないってやつは俺が連れてってやるから、一緒に行こうぜ。リムルさん、自分はアーサー、バン、デルドレイ、ツイゴです。デルドレイが強い？行ってみよう。俺もね、昨日の夜からこれやろうと思ってました、ずっと。それではタイトルコール行きたいと思います。ということで本日の企画、デルドレイ姉さんが結局一番強い、知らんけど、知らんけどディアンケトって話。まあとりあえずパーティーはこれですね。もうデルドレ姉さんが誰か1体をゲットしてくれれば、デルドレ姉さんにずっとねあれをしてくれれば、もうねデルドレ姉さんが強いってことよ。ちょっとお水飲みます。ガッカン、はい、らっしゃせらっしゃせらっしゃせ、どうせこんなんね、朝めりパなんてもうかわいそう。これでデルドレがのやつがこいつについたね。でなんかさ、コメントで見たんだけど、バンの攻撃力、攻撃札はなんか HP 依存だから、そのエスタロッサの開言は食らいませんよみたいな聞いて、おマジかってなったんだけど、それ本当？おバンに攻撃してくるんだ、お前勇気あるね。おっと金符だ。まあこれでとりあえず、じゃあこっちも上げても無理か、これしとくか。まあ HP 上げときましょうね、次のターンでね。あ、必殺上げてきた、オッケー。じゃあこっちも必殺上げていきましょう。いやこれやんなくていいか、これ使って、でこれを HP1 回上げといて、で1動かししとくか、これで必殺たまるね。はは心配すんなよおめえら。はい、これで HP もりもりのフェス版が完成です。さあ必殺打ってこい、絶対耐えれるから。いやでもあの金札ちょっと怖いなちょっと金札は怖い、怖い怖い、ちょっと怖いな。全然余裕余裕すぎて、あ全然余裕え、もうね、もう泣きたくなってくるよ、こんなに差があると。さあ HP もりもりのフェス版でぶち込んで、ぶち込んで、ぶち込んで、これで終了です。マークステージ、はいお疲れはい、やった必殺上げて切実に思う。ゴスゴス
一撃必殺のヒーローさん、編集ゴースト、実況ゴースがすっごいええ感じの関係性で好き。俺気づいてくれる人いたか。めちゃめちゃ嬉しい。俺の動画ちょっとコンセプトがありまして、この撮影者のゴースと編集者のゴースっていう立場で二人でやってるのね。二人でやることによって、なんて言うんだろう、一人だけの気持ちというかね、この撮影やってるバカなゴースだけじゃなくて、それを旗から見る冷静なゴースがやることによって、もうやばい、蓋の開け方を教えてくれるみたいな感じよ実際。さあこれね、あのデルドレチャレンジがフェスカに行ったんで、フェスカがもしかしてデルドレを攻撃してこなかったねもしかしてデルドレ攻撃してこなかったけど、まあ、とりあえずここで攻撃してももう意味ねんさ。バン再生率もバカ高いから。さあこれでもうさ、何なんだろうな、何なんだろうなってか、これでもうあれしてこなかったならこれ使っちゃっていいと思うんだけどな。使っちゃおう。心配すんなシュシュ。あー必殺食べてもよかったな。あ、やついいよ最強。さあさあここでね、バーンをやろうと思ったんだけど、そうなんよね、そうなんよねそうなんよねとしか言えねえわ。じゃあこれでアーサーこれ構えしてきましょう。心配すんなよ師匠、俺がやってやる。これパワハラじゃないの？これパワハラだね、確実にパワハラだね。でこれさ、バフ効果さ、バフなんだ、破裂効果か、バン破裂効果ついてないのに強いんだよね、必殺がアホみたいに強いんだよね。でもね、バリが関係ない、かわいそうになってくる相手のパテがねごめんなっちゃい。アナゴラーさん、見たまんまスーパーヘビー級って呂布カルビで草ビン兄弟さん3戦目いきなり呂布 VS エネミーのライン出てきてびっくりした。ゴースさんヒップホップ好きなんですか？お前ブンブン飛び回るジュニアフライ級、俺ならガードの上からでも一発でぶち抜く、見たまんまスーパーヘビー級。お前ブンブン飛び回るジュニアフライ級、俺ならガードの上からでも一発でぶっ飛ばす、見たまんまスーパーヘビー級。まあそういうことよね。はい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 、もう朝メリパは俺の格好の獲物や。朝メリパのね、朝メリにこのデルドレチャレンジが飛んだ時一番楽しいよね。そう、無効化するからさ、無効化できるから最強なんよ。はい、じゃあこれはもう、これはもうこれでいきましょう。メタル、うお、オッケー、無理だよよし、じゃあこれ使って構え使って、デルドレこれ食べときましょう。心配すんなシュシュ、今日超悪気やしやろう。でこれデルドレーの挑発をバンにつけて、バン必殺単体攻撃みたいな感じでやっていきましょう。あ、結構食らったな。デルドレー姉さんやっぱ弱いね。ただこちトラは大丈夫、こちトラは大丈夫、こちトラは大丈夫。よし、まあこれ回復がついてますからね。じゃああとはもうバンつけて、はい、マックスハート流してください、お願いします。もう感動も何もないよね、強すぎて。オッケー、はい、やさー終了。ゴスゴス、ステナさん、今日のランチは紅生姜天チップス。お昼休みの JK か。今朝あれ、お父さんお母さんがお弁当を作ってくれなくて、お弁当なくてコンビニで弁当買った JK か。おお、なんか久しぶりに見たこのバテ。てかさ、フェスメリの必殺を耐えれるかどうかって見たくない？よろびくお願いします。みんなの旅立ち、あーち。
じゃあそれやってきたなであればこっちはもう一冊貯めていきましょう。それをやってきたのであればこっちは一冊も貯めていきましょう。心配すんなシュシュ。フォン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 。蹴りをつける。オッケー。デルドレー姉さん倒れたところでって感じなんだよね。デルドレー姉さん使ってるのがかわいそうだけど、デルドレー姉さん倒れたところでって感じなんだよね。あらがってやる。撃ってこないんだ。はい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 、なるへそ。じゃあ1体飛ばしましょうか。これはこれでいきましょう。レッツゴー。アペペー。飛ばせるかな。いやー厳しいか。飛ばせ。よし。姿だぜベイベー。よし、ありがとうございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。やーべ、また全勝パーティー。っていうか全勝パーティーしてるのってバンが強いから、それだけは言っちゃダメだよ。ということで本日のご視聴ありがとうございました。明日はバンをぶっ倒す動画出したいと思うので、ぜひ皆さん僕に応援のコメントよろしくお願いします。6月末までに1万人目指していますので、ぜひ応援よろしくお願いします。面白いと思ってくださった方、コメント高評価してくださると嬉しいです。ということで次の動画までバイビー。